Bedroom Radio Club。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。まずです、今回プラソニカ春のソロ祭りのリハーサルをやっていられる最中でございます。そんな皆さんの潜入捜査をやっていこうと思います。お、いいところにいらっしゃいました。ひかりさん、あよさん、インタビューしてもよろしいですか。誰ですか。誰ですか。わざとらしい展開でございます。早速インタビューしていきたいと思います。まあひかりさん長いじゃないですか。まあまあ同じぐらいかな。そんなことないですよ。すいません、フルコールで。では今回の見どころ。そうですね、はいはい、まあメンバーも新旧かなり入り混じった大人数のね、はい、初めてのステージということで、あのセッションももちろんなんですけど、あの個々のソロステージも見どころですね、うん、はい、あよさんはソロステージですね。いや同じこと言ってんじゃねえよ。セッションも言うソロそうそう、セッションもいいんだから。セッションも、うん、もうみんなすごい楽しい感じが、うん、はい、いや新メンバーがめちゃくちゃフレッシュで、はい、なんか正直に若さに圧倒されてて、いや勝たなきゃって感じ。そんなことないですけどね。頑張んなきゃ、はいはい、最後一言お願いします。みんな 2days 絶対見てください。続きまして久保琴音さんと元松美久さんに来ていただきました。あ、すごいサイレント。今回春のソロ祭りということで、まあ、セッションありですけど、ミサ個人では何かありますか。個人、ソロステージ。何笑ってんだよ。どこに積もってんだよ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。あの、うん、今回新曲を披露するので、うん、ぜひ楽しんでほしいです。楽しみたいと思います。久保さんからありますか。今回は、はい、新メンバーが、ね、はいはいはい、ね、いて、うん、すごい可愛くて、もう親目線になっちゃうんだよね。ここそんなことないよ。そんなことないです。すごく楽しみにしてます。はい、はい、他はなんか自分のステージのことについて。自分のステージは別に別にとか言うなよ。なんでそんな。続きましてテスト君とミキさんに来ていただきました。イエーイ。あ、今回ソロ春のソロ祭りということで、皆さんお二人ともソロステージで下向いてるんですか。ね、ちょっと違うのよ。今本番中なの撮ってるの。気づいてる。今何言ったか分かる。やっぱ気になったのが、うん、なんかミキさんとテツト君ですって言ったんですよ。絶対テツトさんっていつも呼んでるのに、うん、なんか切ってる。ちょっと待って、そんなこと言ってた。あ、全然気にしなかった。今ちょっとぶつかっちゃって、すいません。あ、全然気にしない。切ってるって言ってる。じゃあ、明日も頑張ります。ちょ待って。続いては、ミキマリアと水谷レイさんに来ていただきました。よいしょーよいしょーよいしょー。ちょっと疲れすぎてるのかな、リハーサルさっきご飯食べたばっかだったね。そうそうそう、お腹いっぱいで、ちょっと今眠たい感じ、眠みな。ちなみにパンダって何時間寝るんだっけ。12時間だよ。さすがでございます。今回ね、こんな春のソロ祭りということで、意気込みとはございますか。はい、私はですね、はい、ソロステージで新曲を披露します。あ、楽しみ。多いね、新曲。多いですね。楽しみ楽しみ。私そのライブで歌った後にお知らせがあるかもしれないので、はい、ぜひチェックしてくれると嬉しいです。におうね、楽しみでございます。そしてレイさんはバンドの皆さんと一緒に頑張ります。はい、そうですね、はい、しかも今回のプラフェスから新メンバーもね、うん、たくさん増えて、ねね、新メンバーだったのにね、やばいね。この2人は割と新メンバー。そうなんですね。ね、どうですか新メンバー、レイさんから見て。みんな可愛い。え、そうね、それ大好き。そうだね、大好き。というわけで、こう3人でもね、頑張っていきたいと思います。お楽しみに。皆さん見えますでしょうか、プラソニカの新メンバーのセッションリハーサルでございます。それでは早速突入していきたいと思います。メンバーの皆さん、元気はつらつでございます。皆さん調子はどうですか。グッドそれしか言わんね。みんなどう、みんなのセッション具合はグッド以外でどう、ここがいいみたいな。ここがいい。ああ、もうグッドってここがいい。ああ、見てのお楽しみだそうです。というわけで皆さんお楽しみに。バイバイ。今日は探偵になってみました。では早速調査していきたいと思います。イエーイ。本田くんとまさくんです。よろしくお願いします。今回のプラソニカ春のソロ祭り、言えた意気込みをどうぞ。はい、僕はソロステージなんですが、3ヶ月連続リリースをやらせていただいておりまして、1月からの最終作のライブ初披露したいと思います。よろしくお願いします。
楽しいな、はい、ライブ用にあのアレンジをちょっとね変えたりしたので楽しんでいただけたらと思っております。いただきます。楽しみだ。僕もさんもね、新曲をやっていきたいと思うので構成に負けないくらい頑張りたいと思います。でもまあ新曲でしょ、うん、めっちゃサビいいじゃん。いやちょ褒めんな。バチバチなバチバチな感じやろうと思ったんだよ。だけにバレるだろ。続きまして夏井さんとさきさんにインタビューしていきたいと思います。イエーイ。なんとお二方にリハーサル後にねインタビューさせていただきますが、どうでしたか今日のリハーサル。なんかでもあんなにプラソニカメンバーが集まったことがなかった。あ、そう。しかも人数もね、結構増えてきてるから。合計22。うん、22。多くなりました。22か。らしいです。もうクラスメイト。ね、そうですよね。確かに。学校のクラスメイト。意気込みだったり、ここ見どころだったりというコメントいただきたいんですけど、まあ、今回は私もあんまり今までやってない曲、お新めの曲を歌おうと思っておりますので、はい、ぜひ見てね、見てください。はい、はい、続きまして、ちょっと皆さんご存知のあの曲をなんか新しいバージョンでやるのでちょっとそちらの方もぜひぜひ楽しみにしてほしいです。楽しみです、めちゃくちゃ。で夏井さんのさきさんでした。ありがとうございました。続いて突撃するのはこちらの方です。すずさんです。ありがとうございます。すずさん結構子さんってことは何回目ですか？プラフェスというかプラソニカのライブは。何回なんだろうね。知らねえのかよ。なんかいろいろあるじゃん。うん、あるね。でも混ざっちゃって、うん、分かんなくなっちゃった。だいたいこういう、うん、なんかプラフェスみたいな、うんうん、ライブは多分5回ぐらいか。5回くらいです。というわけで、つーさん、今回の最後のプラスニカでのライブということで、はい、何かございますか？いやもう、なんかまだ全然本当実感湧いてなくて、うん、多分当日になって、うんうん、ふわっとなるんだろうなって思ってるんですけど、うん、でもまあプラソニカとしてステージに立たせていただけるのは本当にこれが最後なんで、もう絶対に悔いの残らないように皆さんにもすずちゃんなんか良かったよねって思ってもらえるように、いいパフォーマンスといい歌を届けられるように頑張ります。待ってくる、めちゃくちゃいいコメントしてるじゃん。さっきまで適当だったじゃん。皆さんいかがでしたでしょうか？プラソニカメンバー各々自分皆さんを楽しませるべく頑張っていきたいと思います。そしてですね、今回プラソニカニューグッズが発売されます。一つ目はこちら、あのプラソニカミニタオルね、かわいい。ここでねみんなが接種してライブするって感じです。でもう一つこちらステッカーでございます。こちらステッカーはですね、3000円以上お買い上げいただいた皆様にこちらのステッカーを皆さんに配布しております。数に限りがございますので、なるべく早く買っていただけたらと思います。そしてですね、実はですね、この下僕が着ています。はい、こちらでございます。ふさぎロング T シャツでございます。かわいいでしょう。なんとプラソニカ公式マスコットキャラクターふさぎがですね、刺繍で、はぁ、かわいいね。これ見えますか？かわいい。なんとこれプー、ね、これまるでプーなんですよ。かわいいでしょ。ね、これもね販売されてます。そしてプラソニカーニバル2021春のソロ祭りアットホームの配信チケットは概要欄の方にございます。そしてこのプラソニカグッズたちの URL もこちらにありますので、ぜひぜひお買い求めください。またね。そこからのシナリオはない、俺らの世界暗闇はない、もう会うことない現状取っ払って変わらない街のざわめきと君が奏でたあの音色。